増田俊雄の坂手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。イギリスで感染力が強いとされる変異した新型コロナウイルスが広がっています。これを受けて日本は今日以降当分の間イギリスからの新規の入国を拒否するなど入国制限を強化する新たな措置を実施すると明らかにしました。また欧州の国境などでは大混乱となっているようなんですが、このニュース先生はどのようにご覧になっていらっしゃるでしょうか。そうですね、この時間で前私申し上げたことがあるんですが、今の新型コロナウイルスですね、これがどんどんと人から人へと感染していく過程で、この遺伝子の組み合わせがですね、少しずつ変わっていくというお話をしたことあると思うんですね。で、私は専門家ではないわけで、なぜそういうことを言うかというと、やはりこの最近の専門家ですね、ウイルスの専門家の方々、特に私が注目したのはですね、日本でもアメリカでもヨーロッパでもそうなんですが、いわゆるその政府側といったらいいんでしょうかね、いわゆるこのコロナウイルス専門家の中にもですね、主流と反主流派がありましてね、主流派というのは、まあ、いわば国家のそういった保健衛生機関のですね、まあ、上層部に属している、あるいはそういうところへですね助言をするという立場にある学者の方々で、したがって、まあ、私の考え方はそういう方はですね、どうしても政治の意向に従わざるを得ないのではないかというふうに思いまして、純科学的純医学的にはなり得ない部分があるのではないかというふうに思いましてね、そういうところに属さないで、いわゆるその学者として独立して、まあ、ご自分としてはこの公正な正しいですね、情報を人に伝えなければいけない、それが学者としての務めである、義務であると、責務であるというふうに思ってらっしゃる方もですね、日本をはじめ世界、アメリカ、ヨーロッパ各地にいらっしゃるわけです。で、そういう方々が別にその組合があるわけじゃないんですが、そういう方々がこの集まってですね、声明を発表したりしているわけですね。まあ、日本でもそういうことありましたね。そのお話を聞いてみるとですね、今それぞれの政府がこの新型コロナに対して取り組んでる取り組み方は ある部分は無駄だと、そういうことをしても始まらないと、そういうようなこともおっしゃってるわけですね。そういう方々がおっしゃるのはですね、私も非常によく理解できるんですが、コロナウイルスもウイルスなんですよ、生命なんです。で、人間の命、これも生命なんです。生命にはですね、それぞれ摂理というものがありまして、生命はそのできるだけこの生命を長らえようとする、そういう本能のような力があるわけです。人間もコロナウイルスも同じ。で、コロナウイルスの方はですね、どんどんとこう人から人へ伝わっていく、そしてワクチンができてくるというとですね、コロナウイルスの生命にとってはですね、好ましくない環境がどんどん広がってるわけなんです、増えてるわけです。そうすると生命の摂理に基づいてコロナウイルスの方はだんだん強くなってくるわけですね。で、そうするとそういうワクチンその他にも負けない、強いですね、ウイルスにどんどん変化していくわけです。これが異変なんですよ。ですから、まあ、南アフリカの方からイギリスに入って、ヨーロッパ各地に広がってるわけなんですが、こういうですね、まあ、異変されたこのウイルスというのは強くなっているわけなんです。
だから今の新型コロナよりも 1.7 倍のこの感染力を持っているということですね。そしてこれがまたさらに異変してくると、今度は2倍、3倍、4倍とですね、強くなってくるわけです。じゃあ人間はですね、どうするんだというと、ワクチンだ、ほらなんとかだ、マスクをしなさい、あれをしなさいと、ということでですね、人間が持っている抗体、免疫力、こういう人間はですね、そういう細菌が入ってきたら細菌に戦う力を持ってるんですよ。免疫力ですよ。それはまあ若い人から老人といろいろ比較すれば、強い人もあれば弱い人もいれば、病気をなさってる人は弱いでしょうし、それは人それぞれいろいろ強い人も弱い人もいますから、ですからこのウイルスに、お茶の子さいさいで勝てるような、軽く勝てる人もいればですね、かなり苦戦する人もいれば、負けてしまう、まあ、持病を持っている方なんかは抵抗力がないですから、負けてしまう人も出てくるでしょう。これはもう自然の摂理ね。ですからまずその自然コロナウイルスと戦わなきゃならないという羽目に陥ったら、まずはですね、自分で戦うことが先なんですよ。そして、どうしても勝てない、まあ、持病を持っている方とかお年寄りとか抵抗力がない、こういう人をですね、もう徹底的にですね、この医学の力で守ってあげるというのが、まあ、基本だと。誰でもこれは理解できるし、その通りだと思うはずなんですけどね。さて、現実に目をやるとですね、なんか、よその世界にいるような感じが私はせざるを得ないんですが、まあそんなこと言っても始まりませんけども、今回のこの異変型コロナウイルスということがですね、この発覚して、そしてこれがまた広がりつつあるということは、そしてそれに対してですね、また隔離政策を取ってですね、もうとにかく、イギリスとそのヨーロッパをつなぐ、まあ、高速列車があるんですが、これも禁止、飛行機はもちろん禁止ということでですね、一生懸命、この人間を保護する政策を取ってますが、人間は保護されればされるほど生命の摂理に従って弱くなり、そして、コロナウイルスの方はこうした人間社会が保護を重ねていけばいくほど、コロナウイルスの環境が悪くなる。そうするとコロナウイルスの方はさらに強くなる。一方のコロナウイルスの方はどんどん強くなり、一方の人間の方はどんどん弱くなると。これをやってるのが今のこの政治というものだというふうに私は考えてるんですがね。まあ、暴論かもしれませんが、人間の、そしてコロナウイルスは皆生命なんですよ。一つの生命。生命には摂理というものがあるわけです。それは生命を少しでも長らえようとする本能があるわけです。ね。人間も同じなんです。だから人間の本能とコロナウイルスの本能と戦うと、今までの例からするならば、ほとんど勝ってきたわけです。だから今日人間がいるわけです。ありとあらゆる種類のウイルスが地球を襲いましたけども、それにめげず戦って今日まで来てるわけです。その戦った最大の武器は人間が持っている抵抗力ですよ。ワクチンでも何でもないです。抵抗力ですよ。そのことをですね、まあ私が言ってるんじゃないですよ、心ある学者の皆様方がおっしゃってるので、まあ私が代弁させて、いただこうかと思って、お話をした次第であります。増田先生、ありがとうございます。はい。